橋本です。よろしくお願いします。今回は、ちょっと思うところがありまして、一つ動画をアップさせていただきます。よろしくお願いします。それは何かと言いますと、地球が、完璧に5次元意識に波動がどんどん上がっています。それに伴って一人一人の個人、人間の魂も、それに、追いつこうっていう人と、そしてそれから全く意識が向かない人、ここに本当に分かれてるっていうことが今如実に現れてきてるっていうことが私の中で実感しております。で、アセンションを迎える人って、必ず、海が出ます。今地球規模で石屋の話いっぱいしてますけども、これ全部海です、ね、海の話です。海って生まれる海じゃないですよ。要は外の方です。外で、これがどんどん暴露されてるんです。統一教会もしかり、政治家の話もしかり、戦争の話もしかり、全て海出しです。でこれが今まで封印された、一切報道されなかった。それが報道されるようになっちゃったんですよ、ね、それを皆さん目の当たりに今見ている、そんな状況であるんですけれども、ね、一言じゃないんです。これって皆さんの、ね、生活の中においても、目覚め覚醒をする人においては必ずこの生み出しが起きるんです、はい、それが気づいているのか気づいていないのか、これが生み出しだと思っているのか、それともただの月がない、運がないと、ね、冗談じゃないと思っているのかの違いだけなんです、はい、でこれはもう避けて通れない、もう宇宙の法則、真理なのです。なので、ここを本当にこの動画、私のチャンネルを見てくださっている方だけでもいいですので、このことをしっかりしっかり魂に腑に落として、そして今起きている現実は全て良くなるための生み出しなんだって、うん、ね、ゴミ出し、ね、うん、違い方すれば要は断捨離です。断捨離だというふうに捉えて、ね、辛いかもしれないんですけども、あえてそこを、ね、ありがたいありがたい、感謝感謝、ね、全てはうまくいっている、アセンションのためって、そういうふうに強制的に自分の魂、自分の感情をそういう方向へ向けてってください。本当にお願いいたします。でこれはね、もうね、僕は助けられないんです。何度も言うけど助けられない、ね、情報は教えてあげる、ね、テクニックも教えられるけれども、最後それを本当にクリアリングする、本当にそのことを自分自身の、源がそういう現象を起こしている、本当にそこの立ち位置に立ちませんと、そこはクリアできません。このゲームセット、ね、このゲームを上がる、ね、ゴールするっていう意味ではゴールできないんです、ね、でこれはね、なんつったらいいかな、なんて言ったらいい、別にやってもいいし、やんなくてもいいんです。どっちでもいいの、こんなこと、うん、宇宙も神様もそこに興味持ってないから、うん、でも気づいた人、もうこの輪廻のね、仕組みが分かって、同じことはやりたくないと、ね、うん、そういった人たちだけがやればいいだけの話なんです。うん、本当その通りだ、その通り、うん、でもうね、いろんなお別れ来ます。うん、辛いけど仕方ない、うん、まあしょうがないんだよ、本当しょうがない、うんうん、しょうがない。まあこれからますます人の振り分け、
ていうのがこれから起きてきます。で、とにかく、思ったことは必ず口にしてください。まだ地球は、テレパシーだけでのコミュニケーションは取れません。まだそこまでの波動は上がってません。地球自体は上がってるって言い方もあるんですけど、要するに一人一人の魂にそこまでの理解力がない。それからここの消化体も鍛えられていない。だから、思ったことが相手に伝わるっていうことがまだ分かってません。だから口で言ってることと心で思ってることがギャップがあったり、まあ、正反対なことを言ってても、今はまだそれで OK なんですけれど、それがもうちょっとするともう通用しなくなります。で、僕はもう分かるんです。なんか人の波動がなんか分かる、理屈じゃないんです本当に。ああもしかしてやばいなとか、ああもうお別れ来るなとか思うと、その現象とかそういう事実が起きてくる。それが体験しております。でも僕はブレません。とにかく宇宙の法則に沿って、そして無償の愛、輪廻を終わらせる、もうここ一点でございますので、で、別れたからってそれが不幸でも何でもないです。何でもないんだけれど、でもやっぱりそのお別れって寂しい。それも全く気の合わない人間とそのこうご縁がなくなる、ここはねどうでもいい、しょうがねえやって、逆に言うとさっぱりしたわって思えるんですけど、一緒にこのアセンションの世界を学んできた人とのお別れっていうのは本当につらい、悲しい、って思っておりますけれども、これすらも手放します。はい、これすらもゲーム、これもゲーム、必然です。このタイミングでね、コミュニケーションがなくなる、コミュニケーションアウトになる、そういうまあシチュエーションだったかもしれません。ただ今は別れたかもしれませんが、また後ほど1年後なのか2年後にまた再会をして、今以上のコミュニティ、ね、今以上の、ね、人間関係を構築しているかもしれません。これは本当に神様のみぞ知る。で、そこは僕は全て 100% 神様に委ねるつもりでおります。ただ、今、この瞬間に今自分ができること、自分が思ってること、自分がこれが正しいなと思うこと、これが相手にとって喜ばれるんじゃないかっていう、そういうことを選択して、そしてそれを言葉にして、そして相手に伝える、もしくは行動を起こす、そういう態度を振る舞う、これだけは、やっていこうというふうに思っております。いずれにしても、この橋本の能楽器を聞いて、ね、ピンとくる人はついてきてくださればいいし、ダメな人はもうしょうがないです。ね、もうそこはもう僕自身もはっきりと割り切って動画の配信をしております。最後に、私にはたくさんのメンターがおりまして、メンターっていうのは魂のメンターのことでございます。ここは宗教でもなければ、ね、何かの組織でも一切ございません。もともと私は創価学会であり、ね、それが本当に、ね、幸せになる道しるべだと思って、33歳の時までは本当に一生懸命、ね、もう誠心誠意というか、人生かけてそこに生きてきたんですが、これがものの見事に、ね、悪魔の、ね、世界だってことを後に知った時には本当に愕然した一人でございます。なので本当に僕もまだ発展途上の人間ではありますが、でももう根性で悟りをする、根性で輪廻を終える、
コンゼでアセンション5次元6次元の世界に私自身は引っ越しをする、ここだけはもう明確にコミットしております。なので、本当に何人一緒にこの僕の世界観に、来てくれるか本当に未知でありますし、どうなるかも本当分かりませんが、でもこの YouTube という素晴らしいジャンルを使ってたくさんの方にこの僕の気持ちをお伝えしていることができること、これすらが、この瞬間すらが僕にとっては幸福であり至福の時間でございます。本当に神様、それから創造主、宇宙さん、すべての方に感謝感謝申し上げます。ありがとうございます。で、今私ね、お風呂に入って、感謝瞑想少しさせていただいて、その上で、やっぱり動画撮ろうかな、やっぱり自分の思い言いたいことだけは伝えておこうかなって、いろいろ自問自答したんですけれど、結果動画を配信するという決断をいたしました。本当にありがとうございます。最後まで私のお話に付き合ってくださって本当にありがとうございます。感謝感謝でございます。ありがとうございます。